ははいこんにち116ですまもなくスプリングトレーニングも始まろうかという時期になってきたということで2022年シーズンオフも終わりにさしかかってきているわけですがそろそろ各チームのオフの動きなんかを振り返っていこうかなと思っています全30球団各チーム別のコンオフの主な補強と逆に選手の対談状況を踏まえてそれぞれのチームのオフへの印象などを話していこうかなと 地区別にまとめる予定ですので、このシリーズは全6回の予定ですが、まずは初回なので私が応援しているマリナーズも所属するエール西地区から、昨年はまあ変わらずアストロズが強く、で加えてマリナーズが久々にプレイオフに進んだものの、その他の3チームはいずれも89敗以上と、上位と下位がはっきり分かれた展開でしたよね。ただ昨年負けが込んだエンゼルスやレンジャーズもかなりやる気を感じる補強を見せていまして、コンテンダーとして戦う気満々ですので、ちょっと今年は展開が読めない部分も多そうな地区です。 そんなール西地区各チームのコンフの動きを振り返っていきましょう。まずは王者ヒューストン・アストロズ。6年連続 ALCS 進出、そしてその間4度のワールドシリーズ出場。昨年は世界一とリーグの中ではもはや敵なしの状態のアストロズですが、コンフはジェームス・クリック GM が退任し、オフの大部分 GM のポストが不在な中で、世界一を決めたチームの戦力維持に徹した印象です。 主だった補強はホセ・アブレイユの獲得くらいで、あとは FA 予定だったモンテロとブランドリーを残留させたくらい。ただ昨年、年齢の成果、成績が落ちてしまったファースト、グリエルの枠を、ベテランながら打撃面で安定した活躍が見込めそうなアブレイユで置き換えたのは本当に羨ましい限りですよね。アルバレス、タッカー、ブレイグマー、アルトゥーベなどなど、強打者も多いアストロズ打線にさらにアブレイユが加わったのは他球団からしたら脅威ですよ。 投手陣では昨年39歳ながらサイ・ヤング賞を受賞したジャスティン・バーランダーがメッツゃ移籍してしまったのはもちろん痛くないはずないもののそれでもバルデス、ガルシア、ハビア、マカラズラを誇る先発陣は MLB 有数のローテーションバーランダーにフォームがそっくりでおそらく今季それなりに先発するチャンスもありそうなトッププロスペクトのハンター・ブラウンも昨年 MLB ですごいボール投げていましたしバーランダーの移籍という事態すらアストロズならブラウンへの世代交代に生かしてしまいそうです 戦力をしっかり維持したことで投打のバランスは依然として MLB でもトップクラス。今季もリーグ優勝世界一筆頭候補のチームであるのは間違いないでしょう。 続いては昨年21年ぶりにプレイオフ進出となったシアトルマリナーズフリオ・ロドリゲスという新しいフランチャイズのスターも誕生し悲願の世界一に向けて一気に補強し仕掛けていくのではないかという予想もありましたが狂乱の FA 市場には全く参戦せず堅実な動きに徹しました課題の打線はブルージェイズから強打者テオスカー・ヘルなんです近年穴となっているセカンドにはブルワーズからコルテンウォンと2人をトレードで獲得し FA ではレフトのプラトン要員としてベテランのポロックやラステラを加えるなど渋い動きが目立ちましたね 若手の台頭や昨年夏のカスティーを獲得、さらには怪我や不振等でちょっと戦力として計算しにくい部分もあるハニガー、ウィンカー、ルイスなどの枠をもう少し計算できる選手たちでコンフを置き換えたことを踏まえると、間違いなくロースター自体は強化されていまして、各種予測においてもマリナザズ大きなブレなく85勝から90勝くらい勝てるチームと評価されているようですので、チームとして進んでいる方向自体は正しいとは思われます。 ただそれでも地区の絶対王者アストロズと対等に争えるレベルにはまだ届いていない印象やはりショートの大物 FA に挑戦して一気にアップグレードを狙ってほしかった気持ちも正直なくはないんですがただそれはディポトさんのチーム作りの方針に合わないのであればそれを信じるしかないでしょう今年もプレーオファーストに加わって夏のトレードデッドラインそれこそ昨年はカスティーを連れてくる大勝負に出たわけですがここがディポトさんの力の見せ所となりそうです 昨年の地区3位、ロサンゼルス・エンゼルスを続いて見ていきましょう。惑星最高の野球選手である大谷翔平選手とマイク・トラウトを抱えながらも、なかなか思うような成果を得られていないチームですが、今季は大谷選手にとって FA 取得前最後の年、エンゼルスフロントとしても絶対に成果を上げたい中で、今季の北洋は全体的に非常に好印象であります。 コンオフはウィンターミーティングを境に先発市場が一気に高騰した印象がありますがその前に昨年活躍しオールスターにも選出されたタイラー・アンダーソンとかなり安めに契約することができこれでローテーションは大谷選手、アンダーソン、サンドバルデトマーズ、スアレスと5人計算できる選手も並んだのかなと対談したロレンゼンと比べてもアンダーソンの加入は大幅なアップグレードと言えるはずです。 また野手では近年トラウトとレンドーン中心に主力の怪我が多くチームの層の薄さから彼らの不在時にリプレイスメントレベルの選手に多くの打席数を割かざるを得なかったところウルシェラやドルーリーといった複数ポジションを守りながら一定水準以上の活躍が見込めそうな2人に外野にはレンフローも加入とレギュラークラスの野手が合計3人も入ってきたことで層も厚くなりました。 もちろんこれでもまだリーグ上位6チームに絶対食い込めると胸を張って言えるかは微妙なところで、プレイオフは正直ボーダーラインな印象もあるんですが、コンテンダーとして戦う準備はしっかり行いをしましたので、あとはスーパースターの大谷さん、トラウトさんを中心にチームが最大限力を発揮できることを祈りましょう。4チーム目はテキサス・レンジャーズ。 2021年にシーズン102杯を喫しながらも大型補強を完工し、FA 史上の目玉であったシーガーとセミエンを両取りする動きに出たものの、まだまだチーム全体の完成度は高くはなく、昨年も94杯。ただ、レンジャーズ編成トップのクリス・ヤングは、コーンフも大型補強に動く可能性を兼ねてより示唆していまして、そして宣言通りに動いた格好となりました。特に課題だった先発陣にデグローム、イバルディ、ヒーニさらにコーリファインゴッファーにて昨年活躍したペレスも残留させ、昨年とは見違えるくらいローテーションは強化されましたよね。 正直デグローンを筆頭にローテの故障リスク自体はめちゃくちゃ大きいんですが、ただ期待通り稼働した場合にはプレイオフでも十分戦えるだけのメンバーは揃ったと思います。一方少し気になるのは昨年のチームの WRC プラスが MLB19 位だった野手陣の補強にあまりというか全く動いていない点で、もちろん二遊間は強力ですし、ローやガルシア、ジョナハイム、ジョシュヤングなどいい選手もいるんですが、レフト、センター、DH あたりがちゃんと1年間任せられる人材が不足しているような気もしなくもないんですよね。 まだ FA 市場にもそれなりの野手は残っていますので、今後の補強でそこをどうにかしてくるのかもしれませんが、2年続けて大補強している割にはチームに明確な穴が残っているのは、コンテンダーとして戦うには少しどうなのかなと思うようなチームでもありますね。そして最後はオークランド・アセチックス、アセチックスは地区の中で唯一明確に再建中のチームで、コーンフも正捕手のショーン・マーフィー、エース格のコーラアービンを放出するなど、その姿勢を継続しているところです。 ただ、コンフのアスレチックスで少し例年と異なっている部分としてはベテランの FA 選手を結構積極的に獲得している点で野手ではジェイス・ピーターソン、アレドミス・ディアス、ヘスス・アギラーと若手が思うような活躍ができなかった時に最低限その穴を埋めてくれそうな選手たちを 投手陣ではドリュールチンスキー、藤波慎太郎選手とアジア球界から先発候補となり得る選手を比較的安く獲得することができました。アセチックスは再建とは言っても MLB ですぐに戦力となれそうな若手を優先して集めているあたり、早い段階で再建から抜け出そうという姿勢自体は見て取れ、今年はその若手たちにメジャーでの経験を積んでもらいながら、壁にぶつかることがあればベテラン選手たちが適宜カバーできる体制を構築したい感じでしょうか。 まあその使いたい若手選手についても、アセチックスが今好んでいる選手のタイプが少々独自色が強めないゆえ、必ずしも球界内からの評価がものすごい高い選手たちばかりでもないので、果たしてそう簡単に再建が進むのか疑問にも思いつつ、一方で他の人が気づいていない価値を見いだしたのが、かつてのアセチックスのマネーボールであることも忘れてはいけないでしょう。という感じで、エール西地区のコンフを振り返ってきました。やっぱり一冬を超えててもなおアストロズがががつ抜けいいる印象が強いですが とはいえ、マリナーズもロースターの全体的な底上げは図れていますし、エンゼルス、レンジャーズも着実に前に進んでいるので、侮れない存在ではあります。今年のエール西地区は大谷選手の挙手がやはり一つ球界中の注目ポイントでありますので、エンゼルスの戦いぶりを含めてかなり注目されるんじゃないのかなと。あと、これは大変個人的な話にはなってしまうんですが、マリナーズさん、今年もいいシーズン頼みますよ。 ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。